7メチル GTP を結合した IF4EIF4E のアルファヘリックスに結合した 4EBPIF4E は人では IF4E 遺伝子に行動されるタンパク質である。新核生物細胞のほとんどのメッセンジャー RNA は5末端が7メチルマイナスグアノシンの5キャップ構造によって保護されている。この構造は翻訳、スプライシング、 メッセンジャー RNA の安定性、RNA の格外反出の向上など、いくつかの細胞過程と関係している。IF4E は、メッセンジャー RNA のキャップ構造をリボソームへ、差し向ける、新核生物の翻訳開始因子である。24桁のポリペプチドで、有利型、または IF4 回復合体の一部として存在する。ほぼべてのメッセンジャー RNA は、 タンパク質へ翻訳されるために IF4E を必要とする。IF4E は、深核生物の翻訳装置の立足となる構成要素であり、深核生物におけるタンパク質合成において、メッセンジャー RNA とリボソームの結合段階に関与している。IF4 回の他のサブユニットは、a t p アーゼ活性と RNA ヘリカーゼ活性を持つ47ケダの IF4A と足場タンパク質である220桁の IF4G である。一部のウイルスは IF4G の IF4E 結合部位が除去されるように IF4G を切断する。ウイルスは IF4E がなくともタンパク質への翻訳を行うことができる。また一部の細胞タンパク質も翻訳に IF4E を必要とせず、 そのようなタンパク質として最もよく知られているものは熱食タンパク質である。ウイルスタンパク質もこうした細胞タンパク質のどちらも RNA 中の IRs を介してタンパク質への翻訳が行われる。IF4E は比較的存在量の少ない翻訳開始因子であるため翻訳制御の標的となっている。IF4E の調節は転写、リン酸化、 疎外タンパク質という3つの異なる機構によって行われている可能性がある。IF4E の転写調節を担う機構は完全には理解されていない。しかしながら、いくつかの報告からは、MIC のレベルと IF4E のメッセンジャー RNA のレベルが細胞周期を通して相関していることが示唆されている。この関係は IF4E の遺伝子のプロモーター領域に2つの ミック結合部位が特定されたことによって、さらなる裏付けが得られている。この配列モチーフは、ミックのインビボでの他の二つの標的と共通しており、IF4E の E、ボックスリピートの変異は、プロモーター領域を不活性化して、発現を低下させる。細胞増殖を促進するホルモン、成長因子、分裂促進因子などの刺激は、IF4E をリン酸化することで、 翻訳率も向上させる。IF4E のリン酸化と翻訳率は常に相関しているわけではないが、細胞周期を通してリン酸化レベルは g 0期と M 期に低く、G1 期と S 期に高いという一貫したパターンが観察される。このことは IF4E のセリン209番残期のリン酸化が IF4E のキャップ化メッセンジャー RNA に対する親和性を向上させることを示唆する。 結晶構造によっても支持されている。IF4 回複合体の組み立ては 4EBP と呼ばれるタンパク質によって阻害される。4EBP は小さな熱安定タンパク質でキャップ依存的翻訳を阻害する。非リン酸化 4EBP は IF4E と強固に相互作用することで翻訳を防ぐ。一方、リン酸化された 4EBP は IF4E に弱くしか結合しないため、翻訳過程に干渉することはない。さらに、4EBP の結合は、IF4E のセール209のリン酸化を阻害する。IF4E の過剰発現が、繊維目細胞の使用化を引き起こすことが発見されたことで、癌における IF4E の役割は確立された。この発見以降、様々な細胞株で、同様の結果が得られている。 その結果、IF4E の活性は、乳癌、肺癌、前立腺癌を含むいくつかの癌へ関与していることが示唆されている。人の転移性腫瘍の転写プロファイリングからは、IF4E が常にアップレギュレーションされている場合には、代謝に明確なサインが見られることが明らかにされている。FMRP は、IF4E への結合によって、 特定のメッセンジャー r n a の翻訳を調節する。FMRP は、サイフィップ1に結合することで採用し、サイフィップ1は 4EBP に構造的に類似したドメインを介して、IF4E に直接結合する。FMRP、サイフィップ1複合体は、翻訳に必要な IF4E、e、IF4G 間の相互作用を妨げるように結合する。FMRP、 サイフィップ1、アイフ4ー間の相互作用は RNA の存在によって強化される。特に BC1RNA は FMRP とサイフィップ1の間の最適な相互作用を可能にする。BC1RNA は樹状突起に存在する翻訳されない RNA で FMRP に結合して特定の標的メッセンジャー RNA との結合を可能にする。 BC1 は FMRP を適したメッセンジャー RNA へリクルートすることでシナプスでの FMRP とメッセンジャー RNA への間の相互作用を調節している可能性がある。さらに FMRP は翻訳を抑制するために特定のメッセンジャー RNA へクトフィップ1をリクルートする。FMRP サイフィップ1翻訳阻害因子は 神経細胞の刺激によって調節される。シナプスの刺激の増加は、サイフィップ1の iF4E からの乖りを引き起こし、翻訳開始を可能にする。iF4E は次に挙げる因子と相互作用することが示されている。ありがとうございます。